IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者黒光り入場。赤コーナーよりチャンピオン、自他ともに認めるザ・トップオブジュニア、獣神サンダーライガー入場。頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。頑張れライガー。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、195センチ、135キロ、頑張れ黒ビカリー。赤コーナーチャンピオン、170センチ、95キロ、中心サンダーライガー。ライガー、レフリー頑張れ、レッドシューズ運の頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター。組み合います。コーナーに振った、逆に切り返します。エルボーで返します。ヘッドバットを打ち込んでまいります。このポーズです。掴んだ、逆にタックルでぶちかまします。さあロメロスペシャル釣り天井です。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控え室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。ロックアップ。リング下に落とします。プロレスは芸術だと言ってはばからないこの獣神サンダーライガーではありますが、
一度その芸術を破壊する相手が現れようものならば、懐に隠した鋭いナイフをイラつかせることでありましょう。ショーダを見舞います。ガードします。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。組みに行きます。ロープに振った。組みに行きます。ボディースラム、キックを打っていきます。腕を取ります。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。掴みます。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ブロックします。起こしてまいります。ロックアップ、返してまいります。モンゴリアンチョップ、ブロックします。ストンピングを叩き込んでまいります。腰を落とします。リバースで返します。ちょっと危ない状況ですよ。意識朦朧か。引き起こす。今顔面に入りましたよ。危ない状況か。顔面が歪む。強烈サンセットフリップ。カウント2、返しました。フロントキック、ガチッと組み合った。あっと、首から突き刺さった。立たせていく。直下式ブレンバスター、前頭葉は砕け散った。バックに回った。危ないですよ。脳天粉砕か。さあ決まるか。ここでロープブレイク。あっと逆にキック、いけるか。ロープに振って、抜くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。これで決まったか。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ハンマー気味のパンチ、抱き起こす。抱えた。あとドラースキック。ブロックした。一気に料理するのか。組み合った。対角線に飛ばした。あっとカウンター、ラリアット投げ倒し。組み合った。コーナーに振った。10ミニッツパー。うまく切り返した。浴びせ蹴り。腕を絡めて抑え込んだ。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっと巻き投げていった。すごい音がした。いけるか。コーナーに振って首をかっ切るのか。
ットが結成されました。その姿を今表します。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。山本長尾頑張れ。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー山本255ポンド矢野徹。矢野矢野250ポンド真壁慎也。赤コーナー230ポンド長尾ひろし。長尾235ポンド山本直文。山本行け。レフリーマイティ井上。やろう。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。コーナーに振った。カウンターで返します。このポーズです。チョップであります。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。逆に振り返した。強烈なキックです。組みに行きます。逆に返します。足を殺してまいります。逆水平を打っていきます。掴みます。させません。逆水平行くのか。対角線に飛ばした。パンチで返します。ドロップキックを放ってまいります。あっとエルボー。ニードロップ。腰を落として逆片指固めの体勢です。掴んだ。エルボー。心の連携が冴え渡る。掴みます。エルボーを入れていきます。ロックアップ。逆に投げてまいります。トップロープを奪う。急降下ニートロップ。ここでタッチです。打ち込んでまいります。抱えます。パンチで返します。あっとキャッチした。打
ツ技のイロハ、クラシカルな展開であります。張ってまいります。掴んだ、肘を打ち込んでまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、ブロックします。蹴ってまいります。組みに行きます。投げてまいります。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね、ドロップキックであります。あっと、逆に捉えた。させません。スイッチしてまいります。あります。起こします。ランニングしたらエルボー、コーナーに登って、腕をフックします。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。エルボーでブロック、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね、右腕に命を吹き込む。あと逆に倒した、いけるか、あっと返した、強烈逆襟固め、ここでロープブレイク、フロントキック、ジャーマー、綺麗な人間強、ロープに逃れた、コーナーに振った、ストッピング、肉体を躍動させる、起こした、今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か、蹴っていった、組み合った、ボディスラムで投げつける、エビに固める、3つは入りません。腕を取った、エルボー強烈、10分経過、組み手をガチッと組み合った、倒していった、引き起こす、エルボーカバーの体勢、カウント3つは奪えない、ここでタッチだ、エルボーを入れていく、もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、掴んだ、させません、蹴り上げていく、抱えた、あっ逆にパンチ、あっと返していった、キック、ブレンバスター行くのか、あっと逆に投げていった、足を殺していった、あっとエルボー、さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ。腕をフックした、させません、蹴っていった、チョップ
腕を取った。四球ウイングで固めていく。放っていくのか。リングに戻ります。頭を掴んで、あっと逆にキック。ここでスイッチ。バックに回った。ボディシザースとスリーパーで締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。15分経過。場外に降りる。腰に手を回した。投げっぱなしのジャーマンスープレックス。ガチッと組み合った。わっと実作。リングに戻ります。エルボーを打ち込む。あっと逆に捉えた。あっとエルボーダブルで決めていった。気合を入れた。掴んだ。エルボーの連打。あっとキャッチした。あっと逆にパンチ。合体のブラックバスター。気合を入れた。喉割り捉えた。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。スリーパーホールド。頭を掴んで、うわーっと逆に蹴っていった。一気に決めていった。に逃れました。組み合った。あっと倒していった。絞り上げる強烈。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。いけるか。巻き投げで切り返した。強烈に決めていった。フロントキック組み合った。20分経過。20 minutes。 おっとそのまま後ろに落としていった。カウント2つ。惜しい。さあタッチ。いけるか。ロープに振った。スペアタックル。抑え込んで。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。読んでいます。まさに読み切り小説。カウント2つで返してまいります。ガードした。エルボー強烈。肉体を躍動させる。テキサスクローバー。濡れまくりの女性ファンが狂気しています。一気に昇天エクスタシー。抱き起こす。あっとスピア。体
台日に持ち込む。カウント3が入りました。無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者ザ・ビースト野獣襲来サム・ポップ入場。さあ、超絶人気者野獣が地鳴るのような大歓声に乗って入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、アンダーサーティに未来を託せ、棚橋ひろし入場。棚橋、棚橋、アンダーサーティ無差別級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、200センチ170キロ、頑張れサム・ポップ。いけ。赤コーナーチャンピオン、181センチ、107キロ、棚橋ひろし。レフリータイガー服部、頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ガードします。気合を入れてまいります。掴んだ、ハンマーを振りかざします。組み合います。逆に振り返した。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。ショルダータックルで倒します。掴みます。ストラックに突き刺さります。あっと、エルボー組みに行きます。
ロープに振った。ダイヤット強烈、エルボードロップ落としてまいります。腕を捉えます。こうやってプロとして戦っていましたね。ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。逆十字に持ってまいります。打ち込んでまいります。掴んだ。さあ、早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。ハンマーが襲ってまいります。ライアットエルボー、エルボードロップ、ロックアップ、逆に倒します。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。乾いた音が館内に響きます。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。組み合った、そのまま締め上げる。ここでロープブレイク、掴んだ。ハンマー気味のパンチ、エルボー打ち込む、張った、ブロックした、強烈なドロップキック、トップロープを奪う、ダイビングヘッドバット、キック、バット、キャッチした、バックに回った。さあ、これは逃れることができるのか。これは入ってますよ。引っこ抜きか、超高角度 KO 必須のパワーパーン、テンプル捉えましたよ。架空を見上げたか。コーナーに登って、ダイビングヘッドバッター降ってきた。いけるか、対角線に飛ばした。切り返した、ガードした、起こした、頭を掴んで、バット逆にキック、ガチッと組み合った、コーナーに振った、あっとそのままぶち当たっていった。ああ、これきついですね。そう、決まるか、ロープブレイク、足を取った、させません。いけるか、コーナーに振って、タックルぶちかわし、引き起こす、ラリウッド、ものトップロープを狙う、ヘッドバットを落としていった。カウント3が入りました。
IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより永井光也、柳沢隆志入場。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーより長野正弘、天山博義入場。本日のメインイベント、柳沢 IWGP タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー投げた191センチ、105キロ、柳沢隆志、187センチ、108キロ、長井光也。赤コーナー183センチ、115キロ、天山博義186センチ、108キロ、長野正弘。レフリーレッドシューズ運動。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。足を取ります。足を殺してまいります。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、エルボーで返します。腕を取ります。エルボー組み合います。返してまいります。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。
行きます。逆に返します。太陽預けます。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。逆に投げてまいります。羽織り型スイッチしてまいります。キック攻撃を狙います。掴みます。2位を蹴り上げます。掴んだ。膝を使ってまいります。掴みます。キックで返します。行くのか。ボディスラムです。見栄を切ってのチョップであります。あと逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ逆に倒します。おたけびを上げます。逆に捉えた。テイクダウンを奪います。大見栄を切って手刀であります。逆水平を打っていきます。掴んだ。ヘッドを連続で払ってまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。ここでタッチです。入ります。鉄拳を見舞います。組みに行きます。逆に倒します。ストンピング蹴りつけてまいります。股間を打ちつけます。掴みます。顔面を狙ってまいります。組み合います。荒っぽいファイトを展開してまいります。ストンピングです。バタフライロックに入ります。ここでタッチだ。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。させません。張り手ガチッと組み合った。逆に振り返した。カウンターが待っていた。組み合った。倒していった。サッカーボールキッカー。返球の激しめ柳ロック。ロープに逃れました。ここでスイッチ。モンゴリアンを打ち込む。10分経過。テンポミホームブレイク。
腕を回した。あっと逆に投げていった。このポーズ引き起こす。花道に移行した。腕をフックした。ストバックに突き刺さった。首根っこを掴んだ。膝頭を入れていく。頭を掴んで容赦のないヘッドバット攻撃。鈍い音が館内に響いた。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。あと逆に倒した。強烈なローだ。組み合った。逆に返した。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。すごい顔で打つ。あと逆に返した。体を預ける。オールを返します。逆に捉えた。足を打ちつけていった。起こした。あっとシャイニングの喧嘩キック。ストラックを狙っていく。リフティングを抱えた。打たせない。キャッチした。足を殺していった。ミールキックがこめかみに入った。抱き起こす。後ろ回し蹴り気味のフライングミールキック。立たせていく。バックを取ってラッシュスイープ。かわず落とし起こした。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。さあ首をかっていった。ガチッと組み合った。ロープに振って、あっとエルボー。いけるか。あっと投げていった。バッファロースリーパーが火を吹いた。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。立たせていく。モンゴリアンチョップ。見栄を切った。引き起こす。見栄を切った。
抱えた。あっ、隠れパンチ。腕をフックした。エルボーを入れていく。掴んだ。あっ、隠れパンチ。いけるか。あっと、逆に返した。足を狙っていった。頭を掴んで、あっと、逆にキッ、ラリアット。このポーズ、あっと、鈍い音がした。さあ、タッチ。ここでタッチだ。20分経過。首根っこをつかんだ。ミニスパー。あっと、逆に脇固めで切り返す。ロープブレイク。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。あっと、カウンター気味の経過キック。ガッツポーズ入った。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。そのまま体固め。カウント3。IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーよりノーフィア高山義弘入場。強こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。赤コーナーより驚異のパワフルモンスター、吉江豊入場。
よし高山、本日のメインイベント、よし IWGP ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー196センチ、125キロ、高山義弘。赤コーナー180センチ、150キロ、よしえ豊か。レフリーレッドシューズ運動。ゴングが鳴りました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の物差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組み合います。あっと、そのまま倒します。行くのか。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。嬉しい逆十字の体勢、ロックアップ。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。組みに行きます。リング下に落とします。気合を入れてまいります。リング下に降ります。抱えます。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。そのあたり注目して見てまいりたいと思います。させません。リング内に戻ります。相手を挑発してまいります。リング内に戻ります。ロックアップ。逆に投げてまいります。スランプを乗り越え、体だけでなく心にも図太さを手に入れてまいりました、この吉江豊。そろそろみんな俺の良さに気づき出してきた頃かな。そう嘘吹く男が今宵も自慢の答えを利した圧殺刑を敢行していくのでありましょうか。逆十字に持ってまいります。ロープにブレイクしました。キックを打ってまいります。タックルでぶちかまします。全体重を落としてまいります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。ボディスラムです。あと返します。顔面に突き刺さります。組み合います。巻き投げで切り返します。掴んだ。キックで返します。パンチで返します。組みに行きます。巻き投げで切り返します。カウントが入ります。ロープブレイク、ロックアップ。対角線に飛ばした。ニーアタック、ストッピングです。ストッピングを叩き込んでまいります。行くのか。コーナーに振った。顔面ハイキック、強烈胃袋破りの膝蹴りだ。起こした。あっと、逆にキック、腕をフックした。あっと、耐えた。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。
カウント入る。ロッププレイク。勝てるか。打たせない。抱えた。ブレインバスターで叩きつける。キャッチした。そのまま叩きつけていった。ストンピングを叩き込む。腕をフックした。バット逆に投げていった。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。抱えた。フロントからチョークで締め上げる。ここでロープブレイク。組み合った。巻き投げで切り返した。引き起こす。バックに回った。バックを取って、このバーブが悲鳴を上げる。バックトラップ。カバーした。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。いけるか。あと逆に返した。抱き起こす。同締めスリーパー。掴んだ。ニーリッド。ボンジャッチ。立たせていく。キックが顔面を捉える。10ミリパー。Oh!